オッケー。こんばんは。ヤッホー。ただいま帰ってきました。ただいま。今曇ってたよね。びっくりした。ルアも。なんか電波。なんか電波悪いぞ。まあ、いっか。ありがとうございます。こんばんは。レッスンじゃないけどレッスンじゃないけどレッスンでした。メイク、全然できてないのでリップくらい塗っときますか。あって、うん、あったく上に。こんばんは、ルアシ、こんばんは、こんばんは。なんかね、本当に帰りなんか車じゃない、まあ、車両乗ってきたんですけど、今日めっちゃ寝たんですよ。マジでもうどこでも寝てて、マジでどこでも寝たの、もう本当に。そしたら多分寝すぎてめっちゃまだ眠たいんだよね。今日合計で多分13時間、14時間寝てる。寝すぎ絶対寝すぎ。分かってるけど。え、何言ったの今。そう、分かってるけど、まあ眠たいです。翌朝立つって言われてる。まあね、でも私はもうそんな該当者じゃないですよ。もう寝る子は育つとか言われる立場じゃない、言う立場だから夜寝れる、あ、全然寝れる。もうね、今すぐ寝たいくらい。本当にで今日ね、普通にこうやって帰り寝てたわけですよ。こうやって、そしたらなんか自分の鼻息で起きて、なんかこうみたいな、えっと思って、私もしかしてなんか変ないびき返したかなと思って、そう、自分で起きたっていうか、そう、マジで自分の鼻息で起きて飛び起きました。びっくりした。ウルテイって、いや違いますねウルテイではないです。今日はでも歌唱力の練習はしましたよ今日。うん、歌唱力の練習してもう何時間も歌ってきました。はい、めっちゃ歌った。そう、みんな私が何歌うか当ててみて当ててみてっていうか、なんか予想しててね、みんな何かしら予想してて、何かしら歌うから、うん、今日はねカラオケやったんだけど、そう、カラオケにも行ってきて、今日あとカラオケルーム行ってきたんだけど、そう、95点出しました95点出したんですけど、でもなんか95点出した割にはでもそんな上手くはないんですよ。なんかまだ音程取れてるだけって感じ、正直わかんないけど。そうだから、まあそっからさらに音程を取ることとか、あとタイミングとかはもう分かったので、あとはそこにさらにアレンジをとか
ちょっとなんか何かを加えてで挑めればいいなって思ってます。そうですね、とりあえず基礎的なところはもうできたかなって思うので、あとは磨き上げれるように頑張ります。ちょっとみんな予想してみて、有名な曲を。なるほどなるほど、ここプリティできちゃった、保湿したのに、保湿パーン、保湿たくさんしようっと、よいしょ、もうね、あの配信終わったらもうすぐメイク落としてすぐ保湿しますきっとあの曲、おーあの曲ね、あの曲、なるほどなるほど何の曲でも何歌ってもちょっとみんなたくさん聴いてね本番失敗しない限り私は結構すごい好きな曲を歌わせていただいたので、歌わせていただいたっていうかあの披露させていただくので、はい、楽しみにしていてくださいからね、今すごい喉が開いてる、歌おうかな今日、歌います、ごめん急遽あれ待って、あるかな、あった、今日なんか歌おうと、歌いたい気分、いい、ごめん急に、そうなんかさ5月全然歌ってないから歌っかな、よいしょ、他の出場者の選曲と被らない意識っていうか、そう被らないようになるので、そう結局でも私が歌いたい曲を歌うって決めたから、そうだから、そうです、まあ本当になんか一言言ったらなんかネタバレになりそうなんだけどポロって言っちゃいそうそんな、だからなんかでもそうですね、結構自分の意思を貫い、別に貫いたっていうか、まあ自分の意思が通ったかなって感じです、はいポロって言っちゃいそう、新しいお水今来ました、今日はこの 500ml をこの配信中に全部飲めるくらい声をガラガラにしていきたいと思います、うん、やったって、ありがとう、ありがとう、何歌ったかな、まだ何でも歌えるのは嘘です、何でも歌えるのは嘘なんですけど、何でも歌えそう、ボリュームマックスやめてやめてやめて、ボンチだから、明日公演お邪魔します、お待ってます、そう明日公演です、15日、17歳になって初めての公演なので、ぜひ皆さんに見ていただきたいなって思います、別に何も変わってないけど、あでも小顔になってるかなと思うので、その小顔ルアシをぜひ近くで見てください、はい、小顔なので、何にしよっかな、あんまり歌ってない曲がいいよね、お、なんかバグった、大丈夫、2番歌えるか分かんないけど、ちょっと初めて歌う曲をやってみたいと思います、2番歌えないと思うから多分1番で終わります、でも初めて歌ってます、めっちゃ目があった、ごめんごめん選曲してた、
このカード曲がったら君がいるとなぜかわかった。日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。偶然が続くのは運命の人だろう。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、もう僕は君が見えてない。未来の答えを出会った日から探してる。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて諦めかけても、また好きになる希望的リフレン。ありがとうございます。できれー、すいません。好きすぎて、これすごい MV 好きなんですよ。めっちゃ好き。なんだっけ、走るやつですよね。なんか走るやつじゃなかった確か。なんか物をこうやって逃げるみたいな MV だった気がします。そう、初めて、そう、なんか、そう、初めてその曲に出会ったのが YouTube だったので、そう、お、なんだこれって思った。いいなと思って、そっからずっと好きな曲です。そうそうそう、走る系の MV は好きなんだよね。なんか だいたい走ってない MV って。例えばなんかさ、その海のさ近くを走るとかさ、ああいう MV 大好きるわ。すいません、一番だけで。次何にしよっかな。なんかゲスな夢でもやってみようかな。ゲスやろっかな。絶対、あ、やっべ、そうだった、私充電ないんだった。今見たら 15% だって。じゃあこれもう一曲歌ってとりあえず充電します。充電タイム、走るだけにも、うん、走るだけでも絵になるのがある。確かに。いやでも私、あ、でも私は前髪はあの多分大丈夫で、走っても前髪だけはこうなる。そう、あのね、家に帰った時に私も携帯の充電 4% で、そう 4% だったの。もうそれは帰る時っていうか、もう夕方くらいからずっと 4%、6、5、4% くらいで、そう、そっからずっとね、あの充電切れたらあかんからと思ってずっと携帯触らないでいたんです。だからチャット送りたかったけど送れなかった。ここらあたりじゃ噂なんだってね、いい女がいるあんたのことがいい。どこにも同じじゃないか、男たちの妄想だろう。ケツな夢見せてやれ、ひとよ限りの
愛想を尽かして流れてきたんだろう。男運のない私似てるね。どんな人生をあと夏にさ捨てられないプライドがある。安い夢また見よう。働くで構わない。関係が重いならすぐに捨てていい。安い夢また見よう。騙されていても愛は信じることをやめないルールさ。信じることをやめないルールさ。信じることをやめないルールさ。求められたら抱かれてやるよ。寂しがりの男と女。安な夢見せてやる。きっとよ限りのハート。働いてくれるならそれはそれでいい。安な夢見せてやれ。情けないくらい愛はここにはないとわかってるだろう。ここにはないとわかってるだろう。ここにはないとわかってるだろう。You are dream。ありがとうございます。ありがとう。ゲス好き。あ、いいよね。私も好きです。ありがとうございます。とりあえずちょっと休憩。充電充電充電をさします。ありがとうございます。また見て。え、嬉しい。待って。ああ、びっくりした。やばい。バナナ？ストロベリー？水が変なとこに入った。あ、はい、そうなんですよ。え、今ママ氏からあのお届け物が。なんかバナナとイチゴスムージーらしい。え、何？イチゴスムージーは聞いたことない。え、美味しいのこれ？バナナとイチゴって美味しいのかな？え、すごい。でもめっちゃいいタイミングでいただきます。え、待って、味しない。ちょっと待ってよ。ごめん、今ちょっと頑張って食レポ考えてみたんだけど、ちょっと待って、味がしない。うん？あ、ね？ん？あ、あれかも。バナナかも。うん、バナンとイチゴって感じです。なんかさ、最近そうよくねバナナスムージー飲んでるんですけど、のバナナとイチゴ
が入ったのは初めてなんですよ。初めて飲んでみたんだけど、なんか味しな味がしない。うん、食感は美味しいです。当たり前かすいません、そのままだった。マジでそのまま。なんだろうね、でなんかバナナの食感を感じますよく。はい、バナナって感じ。鼻詰まってないはずなんですけど、そう、食感はあります。まあこれどこのお店じゃないしいいよね、正直でお店のものだったら頑張って食リポするけど、ごめんなさい本当に本音の感想であれ、なんか本当にありがたい、どうしよう。バナナ、お互いが打ち消し合ってるそういうこと。味なしは食リポ終了カン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 だけ。え、ごめんなさい、ちょっとでも食感はすごいします。なんかいちごのつぶつぶも感じる。こんばんは、ミルクを見よう。そんなことはない。え、どう思うこの、あ、マジごめん、なんかさめっちゃ汚く見える、だけどまあこれなんですよ。香りもなんかよくしなくて、香りもそんなしない。なんかでもバナナを感じるんですよ、いつも。なんかバナナのか、なんかバナナの皮の匂い例えるとバナナの香りって感じ、皮の香りで、色はイチゴ すいません。で、色、匂いバナナ、見た目イチゴ、味は打ち消し合いましたあれ、なんやって、それこそなんやってなんだけど、でも食感はしますよ、どちらも。食感はどちらもイチゴのつぶつぶとバナナのなんか、なんだろう、感触、あのや、あの感じ、うん、あそこに頑張って、ありがとう。混ぜるな、危険じゃない、絶対美味しいんだよねこれ。でもなんでだろうね、私のせい、私なんか鼻詰まってない、全然鼻詰まってない、なんだろうね。みんなにも飲んでほしかった。え、絶対味しないっていう、マジで本当だもんこれミルクが多すぎたのかもね、もしかしたら、わかんない、すいません。以上食リポでした以上食リポでした。はい、ってことでね、なんだろうね、なんか今日は本当に暑かったからもう半袖です。半袖でも最近はあんまり髪にダメージとか与えたくなくて、ずっと下ろしてます髪の毛。そう、あんまり結ばない、レッスンとかの日はずっと結んでるけど、結ばない方が髪にもいいし、あとなんだろう、ね、風が吹いた時に、多分これって伝わらない、私の本当に私のこだわりなんだけど、風が吹いた時にサラッとなるんです、髪の毛がサラサラだと。だからそれをやってるのが好きだから、よく下ろしてます。みんなわかる、なんかさ、ちょっと触ってないかもしれないから伝わってほしい。伝わった？
NGT で一押し。ルアですか？ありがとうございます。嬉しい。ありがとう。ちょっとみんな感じて、このさ。いくよ。もうこう、こうすれ違った時だ、ここ。こういう感じ、こう。こう、こういう感じです、こう。ね？すごい、あの私はあの好きなんですよ、これが。はい、はい、ちょっとなので髪の毛を最近は下ろしています。はい、よいしょ。来た瞬間にドライヤーごめんなさい、ちょっとどうしても伝わってほしくて、うん、台風みたいな音だった。何やって。長い髪経験してみたい。ああ、いいですよ。めっちゃ長い髪はいいよ。あと、私学校にあんまりヘアアレンジしていけないタイプでして。あのね、学校でよくあのいつかハイツインテールをしようと思ってるんだけど、学校にでもちょっと1年の時からずっとしたかったんだけど、でも1年はまだ、いやまだなんか先輩に舐められそうじゃん、なんか先輩に目つけられそうだなと思ってちょっとハイツインはできなかったんで、2年生いやでもなって今思ってて、そう、どう思いますか、学校にハイツインテール、ツインテール、おばあちゃん言ってたけど、おたきさん、ベイちゃんの写真見て、推し可愛いって言ってる。本当ですか？ありがとうございます。歌だめ、歌だね、歌だねっていうの何それ？歌だねしてたら、今ので目が覚めた。これ？これ？なんか寝ぼけてる時にやったら目覚めそうですね。思ったより前髪が崩れた。わしが目つけるで、やだ、じゃあできない。かわいい、ありがとう。体育祭、体育祭か、なるほど、じゃあ来年やろっかな。でもさ、なんか体育祭気合い入れてんじゃん、こいつ止まらないかな。こうだよ、これで。ごめん、こんな短くないんだけど、まあ、こんな感じじゃん。でなんかこうやってるじゃん。目つけ、さすがに最高学年になったらもうどちらかといえば、まあ、目つけないけど、まあ、目つける側じゃないですか。もうそのつけられる人がいないから。3年生になったらやろうかな。三つ編みはたまにやってるんだけど、そう、なんか髪の毛があの時間ない時こそヘアアレンジなんですよ。ストレートはわざわざ全体にアイロンかけないといけないので、なんか時間かかるんですね。そうだから、その髪の毛がボサボサの時は逆に三つ編みしたりとかして、そう、ストレートはね一番何もしてないような髪型に見えて、私からしたら一番難しいかも。文化祭もいいね。文化祭かわいい。体育祭、文化祭いいね。年明け1日目明けましておめでとうみたいな。イヤホン、あ、イヤホンすごい音した、ごめんね。こっちは感想。ごめんなさい。アラーム、じゃあさ、みんな眠たい時言って、ルアの話、あの配信見てて、なんかルアの配信見てたら眠くなりましたって言って、あのドライヤーでみんなの目乾かすから。ボス的な女の子、私の友達にはいませんね。でもそういうタイプはいます。
体育祭の時メッシュ髪型ですか？なんかメッシュってなんだ、なんかああいうやつか、色を入れるやつですか？朝配信ずっとドライヤーでよいしょ、そう起きそうだね。そしたらあ色入れるやつ、ヤンキー、いやなんかメッシュってわかる、なんか私本当に髪染めたくないかもマジで。は黒髪がいいかもしれない、改めて申告する前に寝落ちしてますじゃあさ、みんなさコメントしなくなったらやっていい、急にみんなが寝たであろう時間の時にやろうかな。え、覚めた、早かった、絶対起きるねドライヤーが一番似合うアイドルね、やだ開けるんだけどちょっとやだけど、まあでも前髪をね宣伝できるね。そしたら私の前髪はこんな感じなんです、ドライヤーを乾かしても戻ってきますって。朝ルアシにそんな元気ないと思う今日の朝配信もやばかった今日の朝配信皆さん見た方わかると思うんですけど、なんかもうこうおはようございますとか言いながらおでこ出して、そう後半ねやっと喋れる元気が出たんだけど、最初本当に寝ぼけすぎてもうね何喋ってるか分かんなかった、ごめんね本当に。朝5時にドライヤー、確かに朝5時にやろうか、そうだこの前ね、この前おととい分かんないけどちょっと美容のところに行ってきたんですけど、あの小顔にした時、小顔のやつ行った時についでにね、なんか聞いたっていうかなんか言われたんだけど、なんか磯部さんあの右に傾く癖があるので基本的にまっすぐ顔はまっすぐにした方がいいかもしれませんみたいに言われて確かに私ずっと右傾いてるわとか思ってだから大体スクショのポーズもこんな感じだしさ、え私ねそれを言われて配信を見返してみたら大体こんな感じの この角度で配信してて、確かにずっと右傾いてるんですよ。なんかこれがやっぱりダメらしくて、そうだから こっちにするか確かにこっちしてるのは見たことないか、こっちにするかもまっすぐこうなっちゃうんだよね多分、もうちょっとこうそうバレたんです、そう右に傾くのがバレました、気をつけます。だから右向いたら言って、ちょっとそしたら左になるからそうびっくりした、もう右脳が重い、右脳っていうのこれ右の脳、右脳が重いね、頭がいいってこと違うよね、すいません朝は平和、そうなんです、朝はもうなんかみんなが平和な時間帯です、本当にと私もね喋らないし、ね、朝深夜テンションでそのままオールしたら朝はすごい、私の朝はうるさいんですけど基本的に朝は平和です、逆につまんないと、うん、ごめんね朝見てる方も眠くて目が開いてない、確かにお互い目開いてない、もしかしてじゃあいっか朝配信で寝落ちした人いますか？起きて何分、起きて1分くらい、起きて本当に直でここ来る時もあるし、起きて前髪の毛を溶かしてここに来る時もある、そうだから本当にだから 1,2 分です本当に、どっちにしろ。
待ってな、え待って今更味がしてきた、ちょっと待って、え下の方、下の方が味したのかな、なんか今イチゴを感じた、今、ね、飲んでてびっくりした。いちごだ、美味しいさっきまで味がしなかったスムージーでしたが、やっと味が分かるようになりました。混ぜなきゃ、そうだね、すいません、ご迷惑をおかけしました。私の味覚はでも間違ってなさそうですね、混ざってなかったのかもね、うん、この間のお掃除配信の時に終了間際で寝落ちうわー悔しい、最後の方あれだ、掃除機かけとけばよかった、皆さん寝てませんかって言ってうるさい掃除機の音をおいーってやっとけばよかったな多分この時点で、この時点で右傾いてるんだけど、やだ、いつも寝ちゃう、あら寝ないでいやあこっち右傾いちゃう、ダメ、もうこうダメダメだ、ほんとこうやんないとああ誰かやらかし、誰か言って、もう毎回言って、今日もかわちありがとう、ふむふむ、ちょっと今度からスムージーはかき混ぜてから飲みます、はい、いちごの粒がめっちゃそこにあるんだけど、ウケる、本当にいちごが沈んでたんだね、首というより肩が傾いてる、まあそうなんです、肩はねもう本当にもう全体が私傾いてるので、もう顔もね傾いてるんですよ、鼻がちょっとこうなってて斜めで、口がちょっとこうなってるんですよ、こうとこうで傾きがちょっと大げさなんですけど、だからね真ん中がないんですよね、目も傾いてるし、ちょっとこっちのが上、どっちだっけ、どっちが上だっけ、だから前髪一直線にしてもあの斜めって見える、前髪がと姿勢かな、もう姿勢こうなっちゃうから、もうこう常にこう胸を張ってこんにちはって、やばい、はーい、よし、コメントが右傾、じゃあもうこう傾かせればさ、傾いてるの分かんない画面を、眠たいです、ライブお願いします、めっちゃうるさいねこのドライヤー、めっちゃ音はいい音するけどあったかいよいしょよいしょだから可愛いのか、違うか、顔の舐めってるか、可愛い可愛いはちょっとねえ違うかもしれないけど、でもまあそう大体そう、みんなね左右非対称なんですよ、そうそうそう、でも非対称すぎるルアーは、シャキッとしたね、てかさちょっと目多分酔うと思う、ごめんね、こっちどうですか、こっち側だとコメントがこっちなので常に目が合ってる状態になります、聞き顔じゃないところからの角度、
可愛い、ありがとう。なっちゃないが癒しです、ありがとう。でもね、こっちはやっぱりあんまりなんだよね。どっちが配信しやすい？いつものところ。たまにこっちでやるね、新鮮でしょ。そう、画角が違う。あの携帯携帯を真反対にするとカメラがこっちに来るので、そう。でも配信の画面自体は変わらないから、だからコメントがいつもこっちに流れてるんですけど、だから目が合うんです、みんなと。まあたまにこっちでやります。ってことで戻します。あ、いつもの角度、これこれな。もうこれで慣れすぎた、本当にマジで慣れすぎた。いや、水分取りすぎだよね、るは。今日めっちゃ飲んだ。カラオケでも爽健美茶を5杯くらい飲んで。飲みすぎやーって感じだよね、本当に。自分でも思う。ということで、最後一曲なんか歌って終わりましょう。充電できたかな、ルアの携帯。携帯が熱いってことは多分充電できてる。お、よいしょ。やっぱ、なんだろうね、何歌おう。待って、地味に時間ない。風が止んでしまった日はなぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないまま、クラスメイトの一人で仲悪くなってないけど、そんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに、一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか、恋の Oh yeah, oh yeah. 春はどこから来るのだろう。だってね、不思議じゃないか。木枯らしに凍えてたのに、ある日突然気づくんだ。水の桜の桜の木がいくつか芽吹いていることに、そういう感じでやってこないかな。僕たちの春。風はやがて吹き始めて、なぜか思い出したように、裏の団地のベランダで洗濯物も揺れてる。地球は回っているから、季節はまた巡るだろうよ。君を何度も好きになって、何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ、胸にしまっておく。 Oh yeah, oh yeah.
になってる。どういうきっかけかなんていつだって覚えていないし、少しずつ惹かれて高くちゃんと見ていたかったのに、見上げた桜はいつも満開だよ。気づいたら遠い、できるなら知っておきたいよ。何も気づかないなんてもったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行っても僕が連れてこようか。遅すぎる春、春一番だ。ありがとうございます。てれれてれれでん。あれ、顔見えなかった。てれれてん。ありがとうございます。ありがてい。なんかさ、マジでさ、歌ってるとさ、本当に目が乾く。やばい。わあ、ばばばばばばば。キャップ飛んでちゃった。本当に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 目が乾いてもう歌詞が見えなかった。ありがとうございます。キャップが飛んでいきました。よし、着替えするね。ってことでありがとうございます。じゃあ明日の両席祈願をさせていただきます。いきます。明日の皆さんの席がいい席でありますように。あ、 ありがとう。はい、ってことで皆さんの良席を願っています。久々の公演超楽しみ。みんなそう、平日だからね、多分来れない方もいらっしゃると思うけど、皆さんの疲れを私がぶっ飛ばすので疲れをぶっ飛ばすので、皆さん一緒に楽しみましょう。美しい、ありがとう。ってことでスクショタイムします。あ、生誕ティー来てくれ、ありがとう。初めて、嬉しい。みんな生誕ティー忘れずにね。みんなそれ着てくるんだよ。もう堂々とイソベルアを着てきてね。ってことでスクショタイム、やばい、右に、右右、うんうん、待って、ずっとこれやってる。ありがとうございます。てか今日ゴンちゃん見たら、ゴンちゃんね並んでなかったの。今度またゴンちゃん行きます。朗報。ってことでお礼をさせてください。13ひでまろん氏ありがとうございます。12ただの DD 氏ありがとうございます。11マーボーさん氏ありがとうございます。10位しゅーちゃん氏ありがとうございます。9位かきひこ氏ありがとうございます。8位せってんがー氏ありがとうございます。7位ドスドスタントのあざらしくじら氏ありがとうございます。6位ひろ氏ありがとうございます。5位あきふみだてい氏ありがとうございます。4位ぽんぽん氏ありがとうございます。3位赤いキリン氏ありがとうございます。2位ピンメガネ氏ありがとうございます。そして1位はジャガ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 ポイ眉毛氏です。ありがとうございました。眉毛氏ありがとう。たくさん両席願もさ、ミラーボールとあとお賽銭だっけ、ポイってギフトありがとうございました。両席両席ありがとうね。ってことで、あ、俺全然あと2分あった。そう、お賽銭分かったよ、ありがとう。てい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 。そう、なんかね、私が行ったのが本当に今日の閉店間際、閉店時間間際で。
そう、だから空いてたっていうのもあるんだけど、本当にね、そう並んでた、言うて並んでたのが本当に 2,3 組くらいだから、全然お店飛び出してもないし、今から行っちゃおうかなと思うくらいゴンチャが空いてて、ちょっと嬉しい、あ、嬉しい、空いてたのが嬉しいっていうか、その、あの並ばなくて済むと言いますか、そう、そういう意味での、あのまた行きたいなって思います。閉店、そう、間際ね大丈夫だったよ。まあでもあれだよね、ちょっとは入るな入るなオーラ出ちゃってるけどね。わかる、私はよくそういうのを感じ取って、いや入りますってやってんだけど。そう。ってことで、明日は朝配信します。明日朝配信して、夜ワンチャンできないから、明日も早起きできるように頑張ります。7時前にできればやりたいけど、まあ無理かな。起きます、頑張ります。ってことで、明日は公演よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。またね。明日公演楽しみましょう。5時からはちょっと無理かな、まだ寝てます。ね、まだ寝てます。明日の朝会いましょう。おやすみ。てか最近フォロワー増えてる、みんなありがとう、たくさんフォロー。気になって寝る足のこと、ありがとう。